お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、一級の方ですね、角道を開けて鬼殺し。でお相手の方はですね、角道止められてきましたので、ちょっと多少強引なんですが、7筋の歩を伸ばしていって、5五角という風に攻めていきたいと思います。でこれはもう急にヒット行くしかありませんので、ちょっと攻め駒が足りないので飛車を足していきたいと思います。で実はそうですね、ここで6四歩と進められるとかなり厳しかったんですが、お相手の方6四歩とされてこなかったので、まあ、これで一歩得ですね。でここで4四飛車とかするのも悩むところなんですが、ちょっと飛車の周辺が手薄なので、改めてここの7筋8筋を攻めていきたいと思います。でこれですね、実はここで9一角成っていうのが2分30秒なんですが、9一角成としても良かったかもしれないですね。ただまあこれで8筋受けがないので8一飛成となれることになりますね。こっちの方が良かったかもしれないですね。こちらだけ竜を作れるという状況でかなり、いいんじゃないでしょうか。奇襲大成功という形ですね。こっちはもう、こっちの陣形はもうほとんど桂馬飛車角歩ぐらいしか使ってなくて、居玉のままなんですが、もう攻め切るしかないですね。これは取ると4一竜が激痛ですので、まあ、この成桂は取れないです、ね、ということでここの金も取れました。2分。でも一方的に奇襲の攻めが続いているということで、奇襲大成功ではないでしょうか。ここはもう攻め駒も十分足りているので、ちょっと詰めに行きたいと思います。5三金がかなり痛いですね。で4二金を取れて、もうこれはほぼ、あ、これ取れない。